ペメントスですね。うん、美味しい。このメントスをコーラに入れるとこの中に、おお皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしく。よろしくお願いします。いや先生、はい、初めてスタジオ飛び出して外に出てきた ね外来ちゃいましたね。いい天気で。いい天気です、はい、リクエストが多かったこのメントスとコーラを使った実験をしに外に来ました。なるほど、あのメントスコーラね。そう、知ってる？いや、なんとなくよ。メントスとコーラ混ぜたらどうなる？ジンジャーエール？違います。そういうことじゃなくて。そうじゃなくって、これ入れると吹き出るよね。なるほど。この吹き出る原理を使って今日はロケットを作りに来ました。ロケットを、はい、あ、楽しそうだ今日も、じゃあ今日一緒にやってみましょう。はい、せーの、レッツサイエンス。まずコーラのキャップを開けて違うキャップですぐに閉めます。炭酸が抜けないようにしておきます。これで炭酸が抜けないようになってます。このキャップに切れ込みを入れます。切れ込みが入りました。続いてメントスの紙の部分を剥がしておきます。このように中の銀紙の状態にしておきます。この蓋を開けてメントスを中に入れて切れ込みを入れた蓋を閉めます。よし、これで振ってペットボトルがパンパンになるまで振ります。だんだんペットボトルが張ってきました。ふー、怖いよ。すごい。あ、だんだんパンパンになってきてますね。いけそうな気がする。これでちょっと開けていくよ。3、2、1。怖い。あ、もうなんか炭酸がちょっと抜けてる。二酸化炭素がもう持ってかれてる感じがあって、でも美味しい。3、2。嘘、ちった。惜しい。びしょびしょなんですけど。いけそうな感じでしたけどね。何がいけないんだろうな。力ですかね。まだ叩きつける力がもうちょっと強い方がいいのかもしれない。なのでもうちょっと1のエネルギーを蓄えるために上の方から投げるっていうのと、初速をもっと大きくするっていうのと、向きをしっかりこの位置に行くようにっていうのを心がけて投げてみたいと思います。コーラまみれなんですけど、なんかすごい本来あっち向きにね行ってほしいのにこっち向きに来るっていう、すごい。でも距離は一番伸びたんじゃないでしょうか。ちょっとコーラまみれになっちゃったんですけど。楽しそうだったけどなかなかうまくいかなかったね。うまくいかなかったね。どうやったらうまくいくんだろうこれ。多分ね、今日すごい温度が高いのでもうちょっとコーラの温度を冷やすと反応がよりよく進むっていうのと、なるほど、おそらく私の投げ方があの理論にそもそも合ってないっていうのが考えられるので、うん、ちゃんとそれ通りにこう投げられるように練習してきます。なるほど、まあ、皆さんもねこうやったらうまくいくよなんてのがあったらぜひコメント送ってくださいね。送ってください。はい、お願いします。これはいいのかな。もういや、これでいきましょう。終わりましょう。またリベンジしたいな。はい、じゃあ見てくれてありがとうございます。バイバイ。バイバイ。
しい。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。